ッター先生です。今日は皆さんに台湾の激安ステーキをご紹介します。ステーキ大好き。あらずるちゃん肉食なの。肉食です。私食べられるかは。和牛です。和牛ではないですね。脂肪多いけどそうですね、台湾といえばね、やっぱりステーキ天国ですから。台湾の激安って言ってもね、うん、そんなに安いわけないんじゃないかなと思ってるんですけれども、ちょっとチェックしてみよう。最近の台湾の物価も上がってるからさ。これで激安じゃなかったらタイトル釣りです。炎上だ、炎上 だ。はい、ということで今日の企画は台湾の激安ステーキを調査してみよう。はい、そして今日来たのは大安区忠孝敦化の駅の後ろです。あ、でもこの看板結構いろんなところで見たことありますよ。あ、そう、チェーン店ですね、うん、でも読める？人がめちゃめちゃ集まってる。なんて読むんですか、あれは。人从众。でもそもそも普通の台湾人あまり読めないかもね、うん、日本人なんて絶対に読めません。でもこれが人気の台湾のステーキチェーン店なんだね。そう、じゃあちょっと店に入りましょう。入りました。もう入ったら天国みたいじゃん。いい匂いしてる。お客さんも結構たくさんいますね。じゃあちょっと早速メニューチェックいっちゃいますか。じゃーん、はい、一番安いステーキは180元。サーロインステーキね。ボーンス、つまり日本円にすると今ちょっとレートが難しいけど780元。結構安い気がするけどな。しかもこれにスープ、飲み物、パンがついてくると、うん、ついてるじゃなくて食べ放題です。あ、そうか、取り放題です。そう考えたらやっぱ安いよね。安い。違う重さとかだとどんくらいの値段になるんだろう。例えば下のこれ220元、だいたいちょうど1000円です。羊もあるやん。これも220元で6オンスのやつと同じ値段。他のも豚、鶏、他のもある。種類が多くていいね。一回来た時この大食いの方頼んだんですよ。2種類頼めるね。下はまさか牛排飯、こんなのあるんだ。だって普通のステーキでさ、いつもスパゲティじゃん、まあ、あれが美味しくもあるんだが、それも美味しいけど、うん、日本の皆さんいつもステーキプラス白米ですよね。確かに。それもあります。200元。どうしよう、全部美味しそう。一回メニューをじっくり見て僕らそれぞれ注文しますか。パンも何種類かあるんだ。じゃあ僕も1枚。これガーリックトースト？そう。あとジャムもあります。あ、本当だ。甘いのもあるんだ。これが便利ですよ。お。え、日本ある？あんまりこうぐるぐる回るのはない気がする。トースターみたいなのある気がする。あ、なるほど。ステーキ屋さん、そのこういう感じ。あ、出てきた。スープもあるよと。まずはコーンスープ。はい。あ、デザートか。はいはいはい、最高ですね。ドリンクも3種類。じゃーん、持ってきました。めっちゃ美味しそう。すごい、このコーンスープも具材がいっぱい入ってる感じで。人参とか、あとハムとかも入ってる。そう、これが飲み放題はありがたいな。じゃあ、いただきます。うん、甘い。濃厚。でも日本人的にこれちょっと甘いかな。コーンスープよりはサラッとしたシチューみたいな感じ。美味しい。これパンにつけて食べたりしても美味しいんだよね。あ、来た。わー、来ました。ハンバーガー紹介します。パンじゃあもうちょっとね。イエーイ、これ大好き。いただきます。うまい。ガーリックとバターの組み合わせ。でも台湾のバターでさ、なぜならよ、少し本物の甘みが。だからこのパンはしょっぱいじゃなくて甘いですよ。日本人が結構よく食べるガーリックトーストとはちょっと違う感じね。ちょっと食べてみます。
本当だ。ちょっとこう塩気足しても美味しいかも。あ、つけてますね。スープと一緒に好きだな。すごい甘くなるよ。美味しい。こういうさ、ステーキ屋さんって学生も来るの？なんか今は本当に社会人の人だけだから、学生にとっては若干高い。あ、180円ちょっと高い。でも昔よくステーキ屋さんに行くよ、うん、私が学生時代の時ね、他はそんなに高くないから、その時は大体99円ですよ。うわ、だいぶ高くなったね。こんな話してる間にちょっともう鉄板が冷めてきちゃいました。確かに。これがずつの頼んだ牛排パン、はい、こちらがボーンスの一番安いバーラン牛排。そう、肉ちょっと違うわね。じゃあ皆さん、完成先にいただきます。すっごい歯ごたえがある。めっちゃ美味しい。表面にソースつけてるから、玉ねぎソース、すっごい甘くてステーキに超合う。なんか私そんな柔らかすぎステーキあんまり好きじゃない。さすが肉食女子ですね。噛み応えのある肉の方が好きというこっちだとさ、ステーキソース選べるじゃない。こっちはもう最初からソースの味は選べないんだよね。こっちは黒胡椒のソースとキノコソースみたいな。で、純ちゃん選んだのはミックス、ご飯。確かにご飯と一緒にね、食べたら。いただきます。あ、めちゃ合う。最強の組み合わせだよね。そう、こっちのわさびが欲しい。そんな食べ方もご存知で。なんか最近ハマっちゃった。上級者だね。ちょっと気になる。あ、確かに。これも行きましょうか。僕はゴブ焼きにしました。焼き方が3、5、7、10から選べるから、ね、思ったより大きいなっていう感じだけど。え、ちょっと一口大きくない？いや、こんくらい食べるでしょ。さすが、口が大きい男。なんかそれビッグマウスみたいなあれだね。いただきます。うまいね。まあ、やっぱり安いステーキだからちょっとした筋とかはあるんですけども、十分よ。この値段でこのお肉が出てきたら結構満足。このソースも美味しいです。あっさり食べたい人はキノコソースよりは塩とか。あ、塩あるよ。塩コショウが卓上にあります。これお店のやつは確か他にもいろんなソースあるんだよ。あるある、うん、後ろあるよ。自分好みにしてもらって何でも食べる。え、じゃあ一口。安いステーキだけど、でも本当に十分です。食感的にこっちの方が歯ごたえがめちゃう。だからこっちよりこっちの方が好き。自分にとっては歯ごたえがある方がいい。の方がステーキ感がある。ちょっとこれぜひ食べて。あ、ありがとうございます。いただきます。もうこっちは好き。こっちのお肉の方がしっとりしてる感じがする。20期の3だけど、こっちの方がお肉感がある。そうそう、私多分今後ずっとこれ頼む。美味しすぎ。このステーキプレートはね、お肉だけじゃないですから。スパゲティ、野菜、そして目玉焼き、こっちもブロッコリーがめちゃめちゃ乗ってるもん。20期の3ってすごいあるよ。あ、まあそうか、こっちの方が安いし、ちょっと野菜とか高いからね。こちらもいただいて。ちょっとだけどこうやって野菜がついてくるのありがたいね。肉だけじゃなくて健康に良さそう。いや、最高です。じゃーん、ミートソースがあります。味変アイテム。みんなわかる？これ俺ね、真ん中のやつは使ったことないな。これは多分よく見れるやつ。これ台湾のステーキ屋ではよく見る気がする。ズズは普段よくやる食べ方とかある？私いつもケチャップ派です。はい、ケチャップ派です。あ、ちょっと何が言ってるのかよくわからない。ステーキにケチャップ？あ、そうそうそう。え、みんなで合わないの？やんないな。ケチャップでさ、何でも合うからさ。私いつも、うん、ちょっと今それやってみて。オムライスみたいな感じ。ズズ流のカメラがなかったとして。こんな感じ。うわ、うわ、うわ、あ、やばい、やばい、緊張するわ。これマジで？だってスパゲティでさ、そのフェースでさ、トマトじゃん。だからスパゲティはいつもケチャップと一緒に食べる。いつも隣にこういうソースをこうやって使って。いただきます。うわ、おいしい。お肉の味わかんなくなんない。ケチャップでさ、少し酸味があるでしょ。余計にそのステーキの甘みを感じられる。ズズスペシャルって感じする。そう、皆さんぜひやってみてください。じゃあ、じゅんちゃんは普通のソース。ちょっと2種類のね、変わったソースを使おうかなと。こっちはね、僕も好きなんですよ。これなんか、視聴者の方のコメント見たときに沖縄あたりだとあるらしい。すごい、お店がどんどん賑わってきてる。ちょっとね、いただきます。これなんか終
番ちょっと味わってきた時にこの酸っぱい味に変えるのがね結構好きで、これねよ本当おすすめですよ。日本でも手に入るんじゃないかな。でこっちが使ったことない。でもこれも似た感じなのかな、うん、あー醤油じゃないこれ。めっちゃサラッとしてる。いただきます。塩味の丸くなった醤油って感じ。なんかあんまりこういうとあれやけどパンチはない。もしかしたらもともとかかってるこのソースに味ね負けちゃってるかもしれない。あーずぜー何やってんの。普通に食べる。いやかけすぎ、かけすぎ、殺人事件みたいになってるよ。美味しいのそれ。おやつが食べる。あちょっと食べてみようかな。どうしたの。これはもう本当にかけすぎ。ケチャップの味しかしない。いやお肉の味もある。ほのかに。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやお腹いっぱいだわ。食べるとこ映してないんですけど、あのスパゲッティの量が結構多く、もうそれでお腹いっぱいになっちゃった。私はあの、うん、ちょっとケチャップの量がちょっと多すぎて。それ違う、それはあなたのせいでしょ。最終的にあの足りなくなってもう一回ケチャップ使ってたから。あそう、激安ステーキということで最後は2人で、はい、1600円。安いんじゃないですか。やっぱり僕の方はもっと安いから700円台であんだけお腹いっぱいになれるっていう。大食いの人だったらね、もっとパンとかスープだけで相当粘れるんじゃないですか。最高ですね、台湾のステーキ。台湾のステーキ文化本当に素晴らしいと思います。だから皆さん台湾に来たらね、ステーキ屋さんに行ってみてくださいね。結構面白いですよ。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。 バイバーイ。この動画が好きならこちらでグッドボタンを押してください。それから私のリーダーボールをお越しお願いします。リングがあります。それじゃあバイバーイ。